今回紹介するお店は JR 福井駅プリズム福井内にあるおそばだうどんだ越前です。おそばだうどんだ越前は福井県でも有名なペリケングループの新店舗なんです。福井県民なら誰もが知る麺棒つるつるや中華料理を提供しています。誰もが気軽に入れて美味しい食事ができる場所です。綺麗な店内です。福井に旅行で来られた方や福井駅前に遊びに来られた方には気軽に入れて美味しい食事ができると人気のお店です。今回は福井梅と揚げ焼きおろしそばを注文しました。福井梅と揚げ焼きおろしそば、いただきます。お蕎麦はしっかりした歯ごたえとほのかに香る蕎麦の香りがして美味しいです。大根おろしだしも優しい味付けです。一番人気はソースカツ丼におろし蕎麦のセットですが、今回私が福井梅と揚げ焼きおろしそばを選んだのは、福井市は油揚げ消費が57年連続日本一だからです。福井梅は大相撲の優勝力士に贈呈されることでも有名で、福井は日本海側最大の産地なんです。だから今回は福井の知られていない商品の紹介も兼ねて食べました。揚げ焼きは余分な油を落として揚げの旨味と焼けた部分の香ばしさを楽しむことができます。揚げ焼きには味はついてないので、別の器にあるたまり醤油につけて食べると美味しいです。この一皿には2年連続日本一おいしい福井のそばと57年連続消費日本一の揚げ、日本海最大産地の福井梅、福井のうまみが詰まった一皿なんです。JR 福井駅に来たら、そばだうどんだ越前で美味しいそばを食べてみませんか。駅前周辺にもたくさん本格そば屋さんもありますが、気軽に食べれるそばだうどんだ越前で食べてくださいね。
梅の酸味とそばも合いますね。福井の旨味が詰まった一皿は本当に美味しかった。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。